よし、出てきたぞ。捕らえろ。嘘でしょ。しまった。やだやだ、怖い。不死身でバイムティー、ティドゥーヨーテ。リット、どうしよう。どうするだって。俺がインフェリア城衛兵長ロエン・ラーモアだ。観念しろ。無駄な抵抗は士気を早めるだけだぞ。俺たちをどうするつもりだ。世界の破滅などという邪説を町中で流しやがって。王の前でひざまずけ。そして直々に死刑判決を受けるんだな。死刑って。どうする。一か八か暴れるか。おとなしく捕まろう。考えてもみろ、王に謁見できるチャンスなんだ。ああ、死刑判決を受けるためにな。一発逆転してみせるさ。わかった。期待してるからね。期待な。約束する。降参だよ。
してるかな。夢が叶ったんだ。せいぜい楽しくやってんだろよ。メルディ、許してあげて。キールにもやりたいことがあるんだから。メルディは許してる。でもメルディはセレスティアだから、キールが敵となっちゃうか。そんなことないよ。そうか、ないか。キールはたくさんのことを知りたいだけなんだよ。敵になんかならない。信じてあげて。信じるか。何ほうけてんの。考えてんだよ。何考えた。別に。